はい、こんにちは。パーカッション高見です。今回は古今東西の偉大なパーカッショニストたちのフレーズを分析、コピーするフレーズ分析の第3回目でございます。今回取り上げるのはこの方。レジェンド、ラルフ・マクドナルドですね。発音をよく言うと、ラルフ・マクダーモですね。はい、ラルフ・マクドナルドも世界一有名なパーカッショニストと言っていいんじゃないでしょうか。アメリカ人なんですけれども、ご両親がトリニダード出身で、まあ、トリニダードのリズム、カリプソを中心として、カリブ海周辺のですね、リズムアプローチを音楽に最適な形で落とし込むのが得意なパーカッショニストです。で、残念ながらもうすでに亡くなってしまっているんですけれども、存命中は数えきれないぐらいのレコーディングやセッションに参加していました。ジョージ・ベンソン、アレサ・フランクリン、デビッド・ボーイ、ビリー・ジョエル、キャロル・キング、などなどですね。マイケルにいとまがないんですけども、いわゆるニューヨークのファーストコールプレイヤーだったと言っていいと思います。で、単にパーカッションをプレイするだけではなくて、曲を作ったり、音楽全体のプロデュースをしたり、個人名義でアルバムも何枚も出してますし、で、やることすべてがとにかくですね、音楽的なんですね。で、僕が個人的にパーカッションが入っている音源で何かおすすめありますかというふうに聞かれたらですね、まず最初にラルフ・マクドナルドって答えますね。で、アルバム何枚もあるんですけれども、どれを聴いてもいいと思います。で、さっきちょっと調べたらですね、Apple Music とかサブスクリプションでも聴けるようですので、まだ聴いたことがない方はぜひぜひおすすめですので、聴いてみてください。はい。で、今回取り上げるフレーズは視聴者さんからのリクエストになります。ラルフ・マクドナルドとドラムのスティーブ・ガートがですね、二人で、まあ、ライブ中のワンシーンなんですけども、ソロ回しみたいなことをやってる、シーンの中のフレーズです。ちょっと長いんですけども、まずは聞いてみてください。はい、いかがでしょうか。やっぱりとにかく音楽的ですよね。太鼓二人だけなのに、こうなんかメロディーが聞こえて、それがちゃんと歌っているような印象です。今まで取り上げたジョバニー・ダルゴとかアンガーみたいにですね、おりゃおりゃおりゃとやるソロもいいんですけれども、個人的にはですね、僕はラルフみたいなソロの方が一枚上手な感じがしますね。はい、ではちょっと長いので、かいつまんで僕なりの分析っていうのをやっていきたいと思います。で、まずはこのソロのセクション、全般で出てくるリズムパターンのようなフレーズからですね。ですね。で、このフレーズっていうのはもうすでにかなり複雑化しているものですね。で、手順もすごく特徴的で、オープンとかスラップのアクセントの位置をですね、だいたい右手で叩いていると。で、どういうふうにこういうフレーズを思いつくっていうのが叩けるようになるのかっていうところだと思うんですけれども、おそらくですよ。おそらくですね、最初に一つのモチーフを決めて、そのモチーフをだんだん発展させて、複雑化して、肉付けしていくような感じですね。で、まあ、ソロ全体として一つのモチーフが決まっているので、全体の統一感が生まれるというような感じだと思います。で、今叩いたフレーズのモチーフはですね、おそらく、まあ、ソロの中でもあるんですけども、86のフレーズですね。で、このタタ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 っていう3連系のフレーズを手順そのままにして、こうタッタタタッタタタッタタっていうようなですね、16部のフィールにしていくんですね。で、ベンベクラーベがルンバクラーベになるみたいな感じで、同じなんですね。で、オープンも基本ずっと右手で叩いてると。で、これは発展その1で、で、
これをもうちょっと複雑にすると、みたいな。ちょっとカリプソみたいな。タカットっていうところですね。もうこれだけでかなりカラフルでグルーヴ感がありますよね。で、さっきの動画では、ラルフはさらにですね、複雑なことをやっていて、このタカットンっていうのが入ることによって、こう、周期が4拍になってたと思うんですけども、タカットンって解決しちゃってるんですね、ここでリズムを。で、さらに複雑にするためには、ここで解決せずに、もうちょっと長いフレーズにする。実際には、みたいなことをやってるんですね。最初の4拍目はつかずに、まあ、裏、裏、裏と、言って、フレーズが長くつながるようにして、次の4拍目で解決するって感じです。ここですね。だからこのフレーズの周期が2倍になっていると。で、こういうふうに周期を長くしたり、まあ、その中でですね、おかずみたいなのを入れて、いろいろ遊んでいるような感じだと思います。ソロの中で特に盛り上がるフレーズを分析してほしいとリクエストいただきましたので、まずはそこだけもう一回見てみましょう。はい。一応僕が撮りましたらこのようになりました。見にくいところですね。すいません。これから解説するのでご了承ください。4分の4拍子だとすると、4拍かける8で8小節のソロのフレーズです。で、8拍周期で、まあ、2小節ごとにですね、起、承、転、結が綺麗に現れているソロだと思います。はい。では順番に見ていきましょう。まず最初の8拍のフレーズですね。ワン、ツー、せーの。感じだと思います。特別難しいことはないんですけども、手順が結構特徴的ですね。右手でオープンとかスラップのアクセントがやっぱりつくので、これが裏に来る場合は、右左右の手順を反転させる必要があります。具体的には3拍目、使って、裏で右手のスラップアクセントが入ってるんですけども、まあ、これを入れるためにはですね、その前の2拍目で、タッタッタッっていう音型を右左右で、3打叩いて反転させている。タッ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 っていう感じですね。こういうのが結構随所にあります。では次の8拍をやってみます。ワン、ツー、せーの。という感じです。これはさっきやったリズムパターンの発展形ですね。一拍目に、タッタタで手順を反転させて、次の二拍目から全部右手が裏に来るようになっています。で、オラ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 と、こう裏をついていく感じですね。このスラップはですね、限りなくオープンスラップに近いスラップかなと思います。では、後半の四拍です。ここから細かい三連形のフレーズが入ってますね。つったかだだ、つったかだだって。で、これも手順がやっぱ特徴的で、左手から始めています。で、右手の最後、アクセントの部分が右手に来るようになってる。なっていて、後半がですね、カリプソ。ツタタンタンタタンタンってですね、カリプソのパターンになっていると。では次の8拍やってみます。ワン、ツー、せーの。はい。起承転結の点の部分ですね。アクセントの位置が表に行ったり、裏に行ったり、こう行ったり来たりすることによってかなり遊んでいる感じが出ていると思います。では最後の8拍やってみます。ワン、ツー、せーの。は
い、起承転結の結の部分ですね。これでようやくこの長いソロのフレーズがここで解決するというような感じです。最初に細かいフレーズ、つったかだだだ。これも左手始まりですね。これを2回やって、ベーストーン。こう裏裏でベースベースベースっていう。これめちゃくちゃかっこいいですよね。つたたたたたたたって。これで解決したっていう感じですね。はい、では全部つなげて叩いてみますので聞いてみてください。というわけで今回はラルフ・マクドナルドのフレーズ分析でした。いかがでしたでしょうか。技術的にですね、難しいところはそんなになかったんですけども、やっぱ手順がちょっと特徴的なので再現するのに時間がかかりました。決めに行きたいところ、主張したいところを全部右で言ってる感じなので、まあそれがフレーズの説得力につながっているのかなと感じたりもしました。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションの有益情報やレッスンなどを配信してますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは僕に分析してほしいフレーズがもしありましたらですね、コメント欄に書いていただければ検討いたしますのでよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。